今からできるピントレシピ待ってました。はい、もう待ちすぎてお腹ペコペコで今日完食取ってません。完食取ってません。完食してません。いいですね、はい、完食っぽいもの今日ですよ。はい、作りますよ。ですよ。ですよ。はい、まだ暑いですね。昨日に引き続き塩バナナ、今年の夏ね話題になったみたいです。らしいですね。はい、そちらを使ってこちらを作っていきます。はい、塩バナナチーズマフィンです。チーズが入ってます。はい、マフィンはお好きですか？大好きです。はい、それでは作っていきましょう。お願いします。まずはバナナですね。こちら2本使います。今日は1本取ってこちらのバナナは切っていきます。剥いてさっと、うん、はいはいはい。さっき電話してたこのバナナですか？あ、もう1個のです。あー、違ったか。こっちじゃないです。はい、こちら切りますね。まず半分に落として、あとこう縦に切り込み入れましょうか、うんうんうん、先は落としましょう。はいはいはい。でこっちも半分にします。はい、でこれをですね、半月切りっていうんですか。あ、はいはいはい、はい、細かくこれくらいで1センチ幅ぐらいで切っていきましょう、はい、トントントン。はい、これですね、うん、はいはいはい、 OK です。でこちらを一旦お皿に置いときます。はい、あら、バナナが落ちてしまいました。そんなバナナ。はい、まさかここで共演があるなんて。そんなバナナ、はい、でこちらのバナナですね、はい、塩を振って、これが塩バナナです。粗い塩ですね。粗い塩を、はい、でちょっと混ぜてください。です。ではお次、2本目のバナナです。またバナナ。こちらはですね、今度は切るんじゃなくて潰します。潰すんです。大きいフォークなどを準備していただいて、うん、ぐしゃっと。あ、結構思いっきりやるんですね。そうですね、ペースト状にしてください。あ、とろり滑らかになるように、うん、しっかり潰してください。もう一回こうやってですね、はいはい、はいはい、 OK です。よいしょ、これどけておきましょう。はいはいはい、わかった。この潰したのをきっと生地に混ぜるってことなんですか？バナナです。そうです。なんで止めたんですか？はい、で生地にいきましょう。はい、はい、卵ですね。卵を割って、え、はい、片っちょ、待って、片手で今割りました。ね、そんなことすると殻が入るんですよ。調子乗ってるよ。すぐこういうことしますから。ね、本当は何でしたっけ、何か水、ね、指濡らしたら取りやすいんですけど、こういう殻は。そうなんだ。コツがありますよね。いろいろ豆知識持ってるね。はい。はい。でこちらの卵、はい、溶いていきます。はい。で、結構しっかり混ぜてください。うん、よいしょ。OK ですかね。混ぜてこちらにまずはオリーブオイル。結構しっかりめに入れます。これもバターでも大丈夫です。すごい多いですね。はい、で牛乳ですね、はいはい、スーッと。あとお砂糖。砂糖、うんうんうん、パラパラと。これもしっかり、はい、で混ぜます。今のところすごく簡単。簡単でしょ、うん、はい。で先ほどペースト状にしたバナナを入れるんでしょう。入れます。はい、はい、入れます。潰してますから。はい、入れました。まだ粉が入ってないですね、少し。まだ粉入れてないですね。うん、まあまだもうちょっと、ま、混ぜてから。結構あれですね、バナナいっぱい入りますね。そうなんですよ。たっぷりバナナですよ。うん、いい香りバナナの。はい。で粉を入れますかね。はい、混ざったので粉入れます。もうなんか ふるいとかにかけなくても大丈夫です。ここからヘラで。これ何の粉ですか？これはホットケーキミックスですね。あ、だからか。はい、うわ、どうした？ちょっと今日重力が強いんですよ。重力強い、はい、どういうことですか？どういうことでしょうね。寝てますか？はい、寝てますか？起きてますよ。しっかり起きてますよ。バッチリ目は覚めております。よかったです。はい、ここに切ったバナナと入れて、これ
食感を残すんですね。そうですね。とチーズマフィンです。今日はチーズも入れます。お、はい、ボロボロ入りました。入りました、うんうんうん、でもまたしっかり混ぜて、うん、切ったり潰したり混ぜたりするだけで簡単だ。またみんなで作ったら楽しいですよね。ねえねえ、はい、よいしょ、いいんじゃないでしょうか。おお、生地完成。しっかり混ざりました。はい、 OKOK。 こちらを容器に入れていきます。なんかよくお菓子作りの時ってこう例えばあの混ぜる時に角が立つまでとか、はい、なんかこうしっかり混ぜてくださいとか結構ありますけど、これ、はい、そんなね、そんなですね、ザザっていいんで、はい、ザザっと。へで、この容器の3分の2ぐらいですかね、はいはいはい、までちょっとよく混ざりましたね。はい、このように混ぜたのを入れて、このくらいですかね、3分の2入りました、見えますかね、はい。でこちらをパンに入れて、はいはい、オーブンに入れてください。で180度で30分ほど、30分ぐらい、はい、うん、焼いて、焼き上がったのがあるのね。はい、オープン。ですか、こえすごいです。えすごいすごい、えめっちゃしてます。ふっくらしてるんですよ。え、見た目すごくもうお店にあるようなマフィンじゃないですか、はい、わー、できました。いい、ちょっと想像以上で、想像以上。最後こちらをお皿に盛り付けて、はい、はい、美味しそう。塩バナナチーズマフィンの完成です。完成、見た目もいい。中にバナナとチーズが入ってるわけですね。入ってます。あ、牛乳までありがとうございます。召し上がってください。いただきます。よし、うん、あ、めちゃくちゃいい香り。あ、バナナだ、バナナ、いただきます。甘い、美味しい。まだチーズにたどり着いてない。バナナもまだたどり着かない。生地だけ、そんなことあります？生地だけ、生地だけ、生地めっちゃ、あ、バナナ風味すごい。バナナも入ってますからね、生地、うんうん、ありました、バナナ。あった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 、ありました、うん、うん、塩味も塩味もあって、うん、甘じょっぱい、おいしいです。うん、これ、うん、完食にぴったりですよね。皆さんもぜひ作ってみてください。